皆さんこんばんは。今日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、リガルーチ対マクレスターユナイテッド、解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。なるほど。前半の15分を回りました。中央寄りいますよ。ボールの先にエドワールシセ、ここはヘッドでクリアします。ヘッドでクリアします。危ない、放った。シャビアロンズ、勢いのあるシュート、惜しくも外れましたが、中西さん、いやでもこうやってシュートで攻撃を終えることが大切ですね。ここは戻します。シルベス、シャビアロンス、エドワールシセ、来ましたか、打ってきた、入った、やりました。リガルーチ先制、素晴らしいゴール。ゴールを決めたのはバロス。大歓声が響き渡ります。スペースへのパスに見事反応しましたね。中西さん、走り込むタイミングが抜群でしたね。そうですね。精度は試合の展開に大きな影響を与えるかもしれませんね。ワンタッチ、ここはシルベス、スコー、中へ返します。縦に出す、ユナイテッド
スペースを潰します。一旦キーパーに返しました。ファンニステルロー、縦に大きく出します。仕掛けます。あ、これいいとこ抜けましたね。さあ打っていった。まだ生きている。素晴らしい集中力。手元の時計では30分が過ぎようとしています。これはつながりません。バロス、この試合1得点。そしてここはスコール出した。入ってきた。折り返せばチャンスですよ。ガリーネビル、いいクロスだ。大きく前方へ。フォロー遅いですね。ファウルがありました。しかしここは注意だけのようです。さあここからリスタートになります。ボールはゴール前。これもクリアされます。リガルーズ、なかなか最終ラインを割らせません。いいマークですよ。ルイス・ガルシア、おっとファウルがありました。倒れた選手、今起き上がりました。今のプレーにカードは出ませんでした。試合続行となります。リガルーズ、直接フリーキックを得ています。ヒューエル、上げてくるか。シュートに行く。ポストに当たってしまった。さあリガルーズ、初めての前半コーナーキックです。初めてのコーナーからのセットプレー。ここは一難を逃れました。そろそろ前半の40分を回ったところです。バーディナ、追加点のチャンス。低いクロス、シュート。いや、今のもいい反応しましたね。もう一度チャンスになります。ただ流れは来てますよ。大きいぞ。ヘディングシュート。あーっと、思い切って打ってきましたね。あとはシュートの精度だけですね。前に出した。ロスタイムも残り2分を切りそうです。中に3枚、ボールは正面へ。決まった。同点。前半ロスタイム。未来セット、見事に同点ゴールを叩き込んだ。ルーニー、クロスを頭で押し込んだ。これ盛り上がってきましたよ。中西さん、素晴らしいヘディングでした。体の付け方が絶妙でした。さあ画面にはリプレイが出ています。中西さん、試合はここで同点となりました。選手がここの役割をきっちり果たした結果だと思います。未来セット、ロスタイムで同点に追いついています。いや、やっぱり諦めないことが大事ですね。おっと、ここで前半終了のホイッスル。さて中西さん、同点に持ち込んだ前半戦を振り返っていただけますか。はい、攻撃陣の出来の良さが非常に良かった前半戦でしたね。そして前半終了時のスタッツです。リガルーズ、フィールドの使い方についてどのように思われますか。ちょっと偏ってますよね。後半は違うエリアを使って攻撃を組み立てる必要があるかもしれません。そうですか、ありがとうございます。後半戦が今始まりました。両者一歩も譲らぬまま後半戦を迎えています。そしてルーニー、縦に出して、おっと上に上がりました。ゴール前を固めます。頭でくる。
カロージェクリア、ロイキーン繋いでハインツェ、中は4枚、真ん中へボールが入ってくる。いや、いい反応でしたね。左サイドスルーパスを出してくる。これはタイミングが合いません。いい形になりましたよ。中に来ましたよ。中に上げた。回してヒューエ、ハインツェうまく食い止めます。フォワードルーニー、左サイド味方を探している。あっと上です。ファールがありました。さあいい位置でチャンスを、いいところへ上げてきた。これはゴールキック。前に送る。ここからエドゥアール・シセ、この位置から蹴るのはジェラード。シュート、ああ残念、オフサイドになりました。リガルーン裏を果敢に攻めています。縦へ、そこからバロス、ここはヒューエル、中にいますよ。スライディング、ゴール前入れてきた。いいディフェンスです。後半も15分が過ぎました。ボールは左サイドへ、そしてここはルーニー、ロイキーン前へ、左にはたいた。さあ一気に前線へ送った。これは通りません。これは読まれた。左へ回す、縦に送ります。依頼セット左から行きます。あっと上がなりました。ファールです。さあこの地点からのプレースキック、逆転のチャンスを迎えました。直接狙う、あっと惜しい。力のあるシュート。今の攻撃はいかがでしたか、中西さん。はい、いいと思いますよ。あと少しです。さあフィナー、縦へのパス、左に送って、そしてシャビアロンソ、オフサイドフラッグが上がりました。いや、ラインコントロール難しいんですよ。前へ送る、繋いでエドゥアール・シセ、ヒューエ前に送って縦に出した。スールシャール、さあ壁を使う、縦に出す、左へ回して、左から攻めていきます。エリアの左側、ボールは絶好の位置、クリアします。流れを切りました。ボールを持っているのはフィナー。彼のロングスローには気をつけた方がいいかもしれません。回してフィナー、シュート、決めた。後半30分、リガルーズ勝ち越し。ものすごい集中力。ゴールしたのはキャプテンマークをつけているジェラード。サポーターが沸いています。いや、いいシュートセンス持ってますよね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。30分を過ぎています。ダイレクトパス、左へ出した、ここからヒューエル、
このスルーパスは通りません。リガルーズ、後半少し疲れてきているように見えます。なんとか前半のリズムを取り戻したいところですね。デュデク、いい反応をしました。依頼セット、スペースを潰します。そこからハーブ、ここはガリー・ネビル、ホイッスルです。依頼セットボールになります。オフサイドにかかってしまった。こうやって繰り返しているうちに必ずチャンスが来ると思います。そしてここはハーブ。さあ後半40分を回りました。前方へ、前に出した、当たった。止められはしましたけど積極的に攻めてますよ、はい、いい形でしたがここはキーパーがっちりキャッチ。そしてブラウン、縦に出してつないでシルベスト、ロイキーン、ロスタイムは約2分と出ています。前に送る、ゴール前にいるのはファン・ニステルローイ、ナイスセーブ。ここで試合終了、2対1リガルーズ勝利です。接戦をものにしました。しかし中西さん、最後まで目が離せない試合になりましたね。本当ですね、お互いいいところをうまく出し合った試合になりましたね。非常に面白い試合でした、それでは試合のスタッツを振り返っていきましょう。リガルーズ、やはりシュート数でも上回った結果になりましたよね。はい、積極的に攻撃した結果だと思います。次もこういう試合を、ね、展開してほしいですね。ご覧いただきました試合は2対1リガルーズ、見事試合をものにしました。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。解説は中西哲夫さんでお送りいたしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラでお伝えしてまいりました。それでは皆さん、またお会いしましょう。